どうも、くまです。僕はですね、以前いくつかバックパックに関する動画を紹介しました。まあ、僕がメインで使っているアークテリクスのグランウィルであったり、妻が使用しているマンティスなどを僕が使ってみた動画なんかも紹介して、比較動画なんかでも良さを紹介してみました。本当にたくさんの方に見ていただいていて、すごく嬉しいです。いつもありがとうございます。で、今日なんですけど、僕が日常でその他に使用しているバッグを紹介してみたいなと思ってます。僕の中ではサブバッグ的なイメージで使っているんですけど、正直サブにするにはもったいないなというふうにも思っている、それぐらいいいバッグです。で、そのバッグがこちらの2つのバッグです。はい、こっちはサコッシュで、こっちはバックパックですね。大きさが全然違いますが、どちらもブリーフィングのバッグです。ブリーフィングのバッグは多くの種類が出ていますが、まあ、製品の特徴なども合わせて紹介していきますので、ぜひ参考にしてもらえば嬉しいです。ということで、今日はタフでデイリーユースに最適な仕様になっているこのブリーフィングのバッグを、僕が日常でどんな風に使用しているかなんかも含めて紹介していきたいと思います。はい、ではまずですね、ブリーフィングの簡単な紹介からしていきたいと思います。まあ、ブリーフィングといえば、まず浮かぶ言葉がミルスペックです。ミルスペックとは、米軍で装備使用品に対する耐久性規定を満たす仕様、それを表す言葉なんです。つまりとにかくタフなんですよね。荒れた市街だったり砂漠、あとは山や川など過酷な環境でも問題なく任務を遂行できるタフさっていうのがもちろん必要ですからね。アークテリクスももちろん耐久性に優れたアウトドアブランドです。ただですね、耐久性、タフさということではこのブリーフィングも負けていません。むしろブリーフィングの方が多分強いと思いますね。ということで、それぞれの特徴も交え一つずつ紹介していきます。はい、まず一つ目はですね、こちらのサコッシュです。このサコッシュはアメリカのブリーフィングとオランダのデニムメーカーであるデンハムとのコラボモデルです。ブリーフィングとデンハムは何度かコラボしていて、バックパックやビジネスバッグなんかも出しているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。で、このサコッシュはブリーフィングのタフさとデンハムの遊び心が混ざって、すっごく使いやすく仕上がってます。でですね、まず外観的な特徴としては、表面や裏側だったり、こういったところにバッテンで施されている部分、この部分は X パックという仕様になってます。こちらはヨットのセールクロス、この部分ですね、帆に使われている丈夫な素材を使った仕様になってます。なので丈夫さや耐久性っていうのは高いです。なおかつ特徴的にツルツルしていて、砂やホコリなんかの汚れがついてもすぐに落ちますね。そしてこの X パックの特徴としては3層構造になっているので防水性もすごく高いです。僕のバッグ動画で毎回恒例の防水チェックですが、少々の水をかけたりしてもこんな感じで表面に水分が浮き出てきます。少しの雨に濡れたくらいでは大丈夫そうですよね。こういった小さめのサコッシュは、まあ、革でできている財布だったりスマホなどの電子機器を入れることっていうのが多いので、水に強いっていうのはやっぱり嬉しいですよね。この表面の X パックの丈夫さっていうのはかなり信頼が置けます。で、僕は近くの公園やちょっとそこまで歩くとき、あとは妻や友人と食事に行くぐらいのときはこのサコッシュで行ってます。外出時に持ち出したいものがちょうど入る最高のサイジングなんですよね。で、なおかつブリーフィングらしいしっかりとした機能美を持ち合わせながら、デンハムらしい遊び心も忘れないデザイン、男女問わず合わせやすい形ですし、コーディネートもしやすいなというふうに思いました。はい、ではここからですね、実際に気になる中身がどういった感じになっているのかっていうのを紹介していきたいと思います。まずですね、一番外側のここのアウトサイドのポケットですね、中身はこのぐらいの容量感になってます。まあ、入り口はちょっと小さめなんですけど、スマートフォンがこういった感じで一応1個ぐらいは入るかなっていう感じです。で、ここのパッチ部分はかなり頑丈なパッチになってます。こういうところがしっかりしていますよね。容量としてはスマホが1つ入るぐらいですね。
で、メインのポケットの方はですね、開けようとするとここにストラップがついているので、軽い力でなおかつ持ちやすく簡単に開けることができます。で、中身はこんな感じになっています。ポケット大きい部分が1つと、この下のところにですね、小さいポケットが2つついてますね。合計3つ入れられるようになってます。で、中の方もこういった感じで細かいところまで工夫が凝らされてるっていう感じですね。すごく凝った感じで僕は好きですね。で、この中にはどんくらいのものが入るかっていうと、まあこういった感じのペットボトルが1本入って、あとはこういった革の財布ですね、この小さな財布も入れて、で、僕は音楽を聴いたりするのがすごく好きなので、こういったウォークマンと Bluetooth イヤホンも一緒に持ち歩いてますっていうのが入るぐらいですね。で、まだちょっと余裕があったりするので、あとはまあこういった感じのリップクリームとかを入れたりしてます。こういったポーチを中に入れてますね。これで容量が8割9割型埋まるかなっていう感じになります。今紹介したものを全部入れるとこのぐらいの感じになりますね。いつもだいたい近くにちょっと出かけたり、ちょっとした街にご飯食べに行くっていう時はこんぐらいの容量感で済ませてます。はい、ということで持ち回り品をすべて入れてみるとこういった感じになりました。あとはこういったスマホも持ち歩いていますが、スマホはポケットに入れてるので、このサコッシュの中に入れてるのはこういった具合になります。まあ、日常ちょっと街に出たり散歩したりするぐらいだったら全くこのぐらいで問題ないですね。本当に必要十分な量をちょうど持てるっていうようなサコッシュになってますね。ということで実際背負ってみた感じも紹介してみたいと思います。こんな風に夏場は割と軽装で痛いことが多いので、夏はサコッシュっていうのは合いますよね。全体的な見た目が身軽に見えていいですよね。バックパックなどは夏でももちろん便利ですが、背中の蒸れなんかが気になったりするので、このサコッシュぐらいのサイズ感っていうのは嬉しいですよね。で、今度は春や秋に着るようなコートに合わせてみました。コートの中にインさせた感じですね。ブリーフィングがアーバンスタイルにマッチするので、こういったコートでも感じよく見えますよね。コートって背負えるバックパックがデザインによって限られたりするので、こういったサコッシュみたいな選択肢があると助かりますね。で、最後にこういったアウトドアシェルトも合わせてみました。こちらはノースフェイスのクライムライトジャケットです。このジャケットも普段使いに最高な僕の大定番の一着です。こういった落ち着いたカラートーンで合わせれば、ブリーフィングとマッチしたアーバンミックス感が出て、すごく見た目いい感じですよね。本当に秋冬っていうのはこの組み合わせでちょっとそこまでっていうシチュエーションがすごく僕は多いです。まあ、天気が悪くなってもジャケットもサコッシュもどちらも雨に強いので、いろんなシチュエーションに対応できますね。という感じで、このサコッシュ小さいながらもかなり使えます。まず1つ目の紹介はデンハムとブリーフィングのコラボサコッシュでした。はい、そして2つ目のブリーフィングアイテムの紹介です。2つ目はさっきのサコッシュの見た目と変わってかなり大きいですよね。大容量のバックパック、トランディションバッグ XP です。このバッグの特徴としては、なんといっても物がたくさん入ります。このトランディションバッグ XP の容量は39リッターです。39リッターっていうと普段使いではちょっと大きすぎるぐらいの容量ですよね。なので僕はこのバックパックを遠出用や旅行用っていう風に自分の中で位置づけてます。で、先日静岡に一泊旅行に行ったんですが、一泊分だと荷物は全然余裕でした。多分2泊分入れてもまだ3割程度は空きがありそうな感じでしたね。で、旅行や遠出の時なんかはこのバックパックの中に先ほど紹介したこちらのサコッシュを入れておいて使ったりしてます。まあ、現地だったり宿に着いた後の移動や食事っていうのはやっぱり身軽でいたいですよね。なのでこういった感じの使い方も僕はしています。やっぱり旅行で大きい荷物は持ってって移動時にはこういうちっちゃいサコッシュがあるっていう使い方はすごく便利だと思いますね。あとサイドの部分にはですね、結構間口は大きいシューズポケットっていうのもあるので、例えば週末にフットサルをする方はシューズだったり、あとは山や沢に出かけるっていう方はトレッキングシューズなんかもここに全然入りますね。フロント一番上のですねポケットもかなり大きいです。ペットボトルやスマホ、小物ポーチなどがまとめて入るような収納力っていうのがあります。そして先ほどのサコッシュと同様に表面は X パックで覆われています。先ほどのサコッシュは X パックがですね、裏面は
全体的に X バッグの仕様になってるんですけど、表がですね、ここの部分はナイロンだったりして、際が X バッグだったりするんですね。こっちのトラディショナル XP は本当に全体が X バッグ仕様になっているので、かなり安心感があります。防水性や汚れの強さっていうのはやっぱり信頼できますね。そしてなおかつなんですけど、表面にですねポケットがいくつか配されていて、フロントの部分だったり、先ほど紹介したサイドの部分もジップ部がですね止水ジップになってます。まあ、以前紹介したこのアークテリクスのグランビルも止水ジップが特徴ですし、前田紹介したミズサーダウン、デサントのミズサーダウンですね、これもフロントのメインジップは止水ジップで安心の防水性があります。やっぱり表面が汚れにくかったりするっていうのはもちろん嬉しいんですけど、それに加えて防水性っていうのは普段使いでも嬉しいですし、山とか川に行く機会も僕結構多いので、そういったところは安心して使えますね。休日や旅行にはガンガン取り回しできると思います。で、全体的なフォルムとして四角い感じはあるので、確かに少しボリューム感は感じると思います。ただ体の幅にはしっかり収まってくれるイメージですね。まあ、ブラックのカラートーンと X パックが洗練されたイメージを与えてくれますし、ロードバイクだったりアウトドアファッションっていうのと合わせると街でも非常にマッチしてくれると思います。で、背負い心地に関してはここのですねショルダー部の厚みっていうのが少しだけ物足りないかなっていうふうに感じています。でメインで使用しているアークテリクスなんかがちょっとクッション性が高い方だと思うので、比較するのでそう感じるのかもしれないです。ただしっかり幅は持たれているので、この幅が十分重さを受け止めてくれます。旅行の際に特別肩だけに痛みを感じたってことはないですね。はい、ではこちらのトラディション XP も実際どのくらいのものが入るかっていうのをやってみたいんですけど、先日ちょうど静岡に旅行に行ったんですが、その荷物を実際に入れてみたいと思います。はい、では一番最初にですね、ここのアウトサイドの外側のポケット2つです。ここは中がつながっていて、こういった感じの防水のジップになっています。で、まあ、ここにはしっかりしたジップがついているので、濡れたくないものだったり確実に収納したいものっていうのを入れています。なのでスマートフォンや、あとは財布ですね、あとはこういった感じのウォークマンなどを入れたりしています。それでも全然まだ容量的にはものすごく入りますね。で、アウトサイドにはもう一つポケットがあります。ここのバックルを外すとこんな感じでかなりガバッと大きく開く、取り回ししやすいようなポケットがあります。ここにはそこまで重要ではないけど、すぐに取り出せるようなものを入れたりしています。例えば、まあ、水のペットボトルであったり、小物のケア用品が入っているポーチを入れたりします。あとは使用頻度の高い、まあ、ハンドクリームやリップクリームが入っているポーチですね、これを入れたりしています。まあ、ここにあまり入れすぎると重たくはなるので、ざっくりこんな感じのものを入れています。まあ、ここすぐ取り出せるのですごく便利ですね。まあ、この閉じたままでも正直手は入るので簡単に取り出せるっていうところはいいところだとは思うんですけど、ここに大事なものを入れてると財布とかだと落ちてしまう危険性があるので、落ちてもいいものっていうような感じのものを入れています。で、その次にここのメインポケットですね、ここはこういった感じでファブリックがすぼみになってて、このドローコードをこういう感じで引っ張ると開口部がぐわっと開くような感じで、本当にここは大容量っていう感じです。2リットルのペットボトルが多分6本以上入るぐらいだと思います。着替えですね、洋服と下着含めて入れます。で、あとは洗面用具系の小物のポーチを入れています。で、あとはモバイルバッテリーだったりスマートフォンの充電器が入っているガジェットポーチなどを入れます。で、その上でこういった撮影用のジンバルだったり、まあ、撮影用の小物のガジェットポーチですね、も入れます。これもちょっとまた包んでるんですけど、今グワッと入れてしまいます。こういうものも入れて、まあ、あとはですね、実際この撮影しているカメラ、ソニーの α6500 と、まあ、三脚なども入れても、これだけ入れて撮影用のガジェットも含めてやっとちょっといっぱいになってくるかなっていう感じなんですけど、まだここの手前の上の方とかは正直空いてるので余裕があるかなっていう感じです。それぐらい 2,3 泊分の荷物を入れても十分まだまだ物は入る感じですね。39リットルってやっぱりすごくいっぱい入りますよね。
なおかつまだ横の方には他のポケットとは完全に独立しているマーメンとかに濡れても大丈夫なものを入れられるような感じのポケットもあるので収納力っていうのは本当にめちゃくちゃ高いですね。まあ、例えば旅行先で何か濡れたりしたら例えば傘でもいいですし靴でもいいですしこういうところに入れとけば他のところと完全に独立しているので他のものは濡れずに済むっていうような使い方もできるんでこういったポケットもあるっていうのはすごく便利です。ここも手が2本入ってグワッとできるぐらい全然空いてますね。はい、という感じで収納力に関しては本当に申し分ないバックパックです。はい、というわけでこちらのバックパックも実際に背負ってみました。合わせ方はまず白の T シャツとベージュのショートパンツで夏っぽいシチュエーションをイメージしてみました。確かにバックパックが大きくは見えますが体のラインにはしっかり収まっているのでやぼったくはなっていないですよね。まあ、夏にちょっと遠出したり公園で楽しんだり川に行ったりする時っていうのはこういう感じで僕は出かけてますね。で今度はちょっとスポーツミックスっぽくしてリボックのポンプフューリーと合わせてみました。こういう感じだとバック表面の X パックの仕様の感じとあってかなり自然になりますよね。アクティブに休みの日を楽しみたい時はこんな感じで合わせています。こういった身軽な感じで水や汚れも気にしない使い回しだと本当に気を払わなくて済むのでだいぶストレスなく思いっきり楽しめますね。バッグは大きく見えますがこう見えて取り回しも意外といけます。ひょったままポケットなんかにもアクセスできますねという感じでアクティブに使えそうです。はい、次はもう少しアウトドア寄りで合わせてみました。ノースフェイスのゴアテックスジャケットをこちらは着用しています。ブリーフィング自体にアウトドア要素っていうのは薄いですが合わせるとまあそこまで違和感はない感じです。やっぱりアウトサイドがしっかりしたプロダクトなので多少のアウトドア用途であれば十分すぎるほど僕は使えると思ってます。まあ、こういった感じでチェストベルトも回せば安定感が出ますよね。で、バックパックを前に回してこういった感じで取り回すことなんかもできます。で、最後はですね、ノースフェイスのクライムライトジャケットで合わせてみました。こういったアーバンアウトドアスタイルに合わせるとやっぱり印象は良いですね。同系色でまとめたりするとバッグ自体もかなり洗練された感じに見えます。僕は自転車で荷物が多い時なんかにこのバックパックで移動したりします。結構自転車に乗るとバックパックが体にうまく乗っかってくれる感じで思ったより重さを感じにくいんですよね。自転車に乗りながら背負ったままでも荷物を取り出せたりしますし大きさが不便になるっていう印象はないですね。といった感じで休日やちょっとした屋外に使えそうなんですがこういった感じの都会の生活スタイルにうまく溶け込んでくれそうなバックパックでもあります。ウェアを同系色や同素材で合わせると見た目も思ったより大きさを感じにくいですよね。結構体の線に馴染んでくれているのが見てわかると思います。というか都会だとこういったかなり大きいサイズのバックパックを背負っている方って駅に大体1人はいますよね。普段から荷物が多い方はこういった感じで日常使いもできるんではないでしょうか。ブリーフィングを選ぶ際に有名な定番バックパックであるアタックパックなんかも気になったんですね。ただ僕はメインでこちらのアークテリクスを使っているので、こっちのメインのバックパックとの用途の差別化っていうのを測りたかったのでちょっと突き抜けた感じでこちらのブリーフィングのトラディション XP を選びました。とにかく何でも入る勢いのバックパックなので本当に安心してこれに詰め込んでしまいます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はブリーフィングで僕がサブとして使用しているデンハムコラボサコッシュとトラディションバッグ XP を紹介しました。多分ブリーフィングの中でこの2アイテムを選ぶっていう方は珍しいかもしれないです。まあメインバッグの他にこういったサコッシュだったり大型のバッグっていうのがあるだけで日常の取り回しにおける便利さっていうのはグッと上がると思うのでぜひそういったところもバッグ選びの何かの参考にしてもらえれば嬉しいなというふうに思ってます。でもちろんこの他にもブリーフィングにはたくさんいいプロダクトがあるのでぜひショップへ行った際はチェックを皆さんしてみてください。今日紹介したバッグなどはこのトラディション XP などはもうブラックの色はもしかしたら完売しているかもしれないんですけどこちらのサコッシュなんかも概要欄に貼っているので気になる方はぜひチェックをしてみてください。はい、このクマログではライフスタイルやファッションに関する発信を日々しています。これからも皆さんが便利だなとか使いやすそうだなっていうふうに思えるようなアイテムを紹介できればというふうに思ってますのでぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。いつもありがとうございます。
というわけで今日のクマログはここまででした。また次回のクマログでお会いしましょう。バイバイ。